がもう、そう、そう、今年この落ち葉が少ないから多分まだ色づいて、まあ、枯れてるだろうけど、枯れてる時にあれはもう枯れてる。これ付き合った早急割れてればね。これ毎年出てるラインではないんですけど、うちの最高級ラインで、生地がワラテックっていうちょっと人間のアウトドアとかにも使われてる素材なので、一番高くて、まあ、機能は全部ついてますね。これかっこいいな。これは去年の、これなんですよね。なので在庫あるものはそのまま販売継続中でして、はい、なので LL で多分大丈夫だと思うんですけど、はい、で LL サイズって一応10キロから12キロっていうサイズなので、今おしゃさんに申し上げると多分もうちょっと胸深くそうですね、胸深くはなると思うので、こちらだけ結構パッピーなしスラーとジョーンとしてるんですけど、胸だんだん出てくる、十分余裕あるもん、胸もこの形状、多分形状一応ですね、このボックバードプロっていう商品のセールサイズがこちら、うん、で、はい、で、商品なんですけど、伸縮ではないです、はい、ジャージみたいな伸びる素材のもの以外はほぼ伸縮性はもうないものですね。そうですね、はい、本当に真冬にドッグランで走ったりとか雪山行ったりとか、そういう時の服なので、あれぐらいの薄手のジャージはもう春とか秋とかちょっと寒くなる、天気の日ちょっと散歩するだけとか、はい、一歩手前のとこですね、はい、ねー、体つきがまあ、中型系の小さい方なんですよ。中型系の小さい方。なるほど。秋物。そうですね。ちょっと寒格的に寒くなる一歩手前に着る感じの。これはもう冬であるから。そうですね。真冬用ですね。
もっと打つかい？自分だから。自分だよ。自分自分。自分。自分。自分なの。自分だって。ナルシスト犬みたいな。これは？Thank you.
大丈夫かな。大丈夫ですよ。はい。はい、こんにちは。はい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 。昨日も雨ですもんね。そうなんですよ。逆に汚したいので。もう今日お風呂決定なんで。あ、本当ですか。何分も汚れてもいい。本当ですか。夜ぐっすり寝るようになりましたね。まあ、運動もそうだし、努力的にも、ね、そうですね、他のワンちゃんとこうやって遊べるから、うん、疲れてきてるじゃないでも花が引っ張れてるすごいわ。そうだね、すごいと思う。ここでシャワー入れますよ。あの400円払ったら、あの平日今台所みたいなところシャワーついてて、うん、こちら行ったら乾かすところもあって、バスタオルもあって、うん、ただシャンプー中に、中にあ、そうなんですか。シャンプーはついてないんですけど、あ、で、水洗い、うん、シャワーでお湯洗いで。ナナがちょっと二人気味になってる。何事もないから。もうぐったりだね。いや改めてね、すごい体力だって分かった。見てるのなかなかと思ってる。やっぱ体力も違うから、すごいやっぱりね。まあね、みんなおとなしくしなさいって言うのかわいそうだね。そうなんですよ。どうしても用事とかで散歩とか行けないと、やっぱ壁とか壊し始めてますよね。ストレスがね。そうだよ。